ここでは頂点が文字ににになる二次関数のの最大値の例題についいてて一緒に見ていきます。この問題の方針と解き方をそれぞれ詳しく確認していきましょうまずは方針からですね頂点が文字になる下に凸の最大値を考える場合は頂点と範囲のど真ん中に注目して倍分けするんでしたね。例えば今回の問題は2次関数の最大値を考えようっていう問題です。2次関数の最大を考えるときはグラフを書く必要がありますね。 で、グラフを書くには平方完成をする必要がありますね頂点を知るためにですで計算したところ頂点の x 座標が a だとわかりますでここが正ですのでね下に凸で頂点の x 座標が a であるこんなグラフが書けるっていうことがわかりますで頂点の y 座標はですねあんまり使うことがないので必要になったら書くという感じですで今回僕らが置かれている状況はですね定義域が1小なりイコール x 小なりイコール5なんですが このの頂点の X 標が A、どんな数字でも入りうるということなんでね入る数字によって定義域の場所が変わってくるんですね。ですからその定義域の場所によって最大値の場所も変わってくるとですから倍分けをすするる必要があるんですねで。その場合分けは頂点と範囲のど真ん中に注目すると分かりやすいっていうことやったんですね。 で具体的にはどんな場合があるかっていうと、実はこの場合分け2の状況が一番考えやすかったんですね。この範囲の両端が同点で最大値になるっていう状況です。で、この状況になるのは A がどんな範囲だったかっていうと、範囲のど真ん中に注目するんですね。1と5のど真ん中なので3となります。計算で出したければ足して2で割ればいいですね。ど真ん中平均ということですから。 このど真ん中である三が頂点の x 座位と一致するとつまり a イコール三の時っていうのがこの場合分けになるんですねじゃあ他にはどんな場合分けがあるかっていうとこの状況からですね範囲の両端そして範囲のど真ん中がですね右にちょっとでもずずずずずって動いたらこの状況が生まれますよねでこれはっていうと x が五の時つまり範囲の右端が最大になるっていう状況です じゃあこの状況が生まれるのはどんな場合かっていうとこの範囲のど真ん中である3と頂点の x 座標 a に注目するんですね。これは範囲のど真ん中の3が頂点の x 座標 a よりも大きい時逆に言えば a が3よりもちっちゃい時つまり a 小なり3の時っていう場合分けなんですね。じゃあ次ですね他にはどんな場合分けがあるかっていうと今度はねさっきと逆に範囲の両端とこの真ん中が左にずズズズズズってずれるとそしたらこの状況が生まれますよね。 これはというと、x イコール1、つまり範囲の左端が最大になるっていう状況ですよね。じゃあこの状況が生まれるような a の範囲はどうなるかっていうと、やっぱりこの範囲のど真ん中と頂点の x 座標 a に注目するんですね。a が3より大きい時、つまり a 大なり3の時ということです。でね、この場合分けさえできてしまえば、あとはねそれぞれの場合分けにおける y の最大値を計算で出していくという流れですね。オッケーでしょうか。 では詳ししく取り掛かっていきましょう。でこの2次関数の最大値を求めようですねやっぱり最初にやることは平方完成をして頂点を出しておくとで頂点の x 座標が a で下に凸つのグラフだなっていうことが分かりますよねで頂点が文字なんでねああ倍分けする必要があるなっていうことが分かりますどんな倍分けかっていうと先ほど方針で確認した通りですねあとはそれぞれにおいて y の値を計算で出していくというそれだけです じゃあ場合分け1は A 小なり3の時ですね。この時は X イコール5で最大となることがわかります。ですからね、X イコール5をここに代入します。まあ、こっちに代入してもいいんですけれどもね、こっちの方が楽かと思います。計算ミスが不安ならね、こっちにも代入してちゃんと一致するということを確認しておきましょう。どちらに代入してもですね、計算すればマイナ -10A プラス28となることがわかります。 では次ですね倍分けには少し特殊ですので先倍分け3を求めておきましょう a 大なり3の時は x イコール1で最大値となることがわかりますですからねここに x イコール1を代入しましょうそうすればねマイナス2 a 4となって最大値がわかりますで不安ならねここにも x イコール1を代入して計算すればやっぱり一致してくれますよねで最後飛ばしてた倍分け2ですね a イコール3の時です この時はですね最大値が2つあるんですね。x イコール1にも最大やし x イコール5の時も最大だよと。じゃあ、x イコール1の時の y の値っていうのはさっき計算したマイりス2 a 4になります。でこの倍分け2ではですね a イコール3って a の値が分かっているんですね。 ですからこの値のねどちらかに a イコール3を代入するとそうすればねこの最大値の値がしっかり求まるんですねこっちに代入したらマイナス2になりますこっちに代入しても当たり前ですがマイナス2となって一致しますだって最大値が同点で2つあるっていうことはこの値が一致してるっていうことですもんね以上よりですね場合分けにおいて最大値は y イコールマイナス2ということが分かります で、これにてね倍分け 1A 小なり3の時はこれで最大値 A イコール3の時はこれで最大値 A 大なり3の時はこれで最大値というようにね全ての A において最大値を考えることができているんでこれで答えという流れなんですね OK でしょうかはいということでここでは頂点が文字になる2次関数の最大値の例題について見ていきましたどうでしょうか理解できましたでしょうかね あとは自分でもノーヒントで再現できるようにこの問題の類題などを見つけてしっかり練習して身につけておきましょう。